皆さんこんばんは、歴以上な番組あやです。前回はですね、鳥取県でのあちらの世界へ行った方の話をしましたが、今日は徳島県の新聞のあちらの方へ行った方の話をしたいと思います。こちらは6月17日の新聞ですね。ワクワク、打った後に県内で3人あちらの世界へ行く、因果関係は判断されずということです。こちらは県内っていうのは徳島県内ですね。県は16日の県議会文教構成委員会で、武漢ビールス、ワク、米、ファザー、製、ワクワクを、打った後に、あちらの世界へ行った事例が全国で196人報告され、このうち県内在住者が3人いたと明らかにした。厚生労働省によると、武漢ビールス打った後の死因に、因果関係があると判断されたケースはない。139人が、ワクワクとの因果関係が評価できないと判断され、57人は調査中となっている。県内3人について県、ワクワク入院調整課は、そんなのあるんですね、患者のプライバシーを守るためとし、性別や年齢、死因、基礎疾患のあるないなどは公表しなかった。全国の196人は女性104名、男性92名、審議会が調査を終えている139人の、原因の、あちらに行った原因の、複数にまたがる場合があるは、心筋梗塞や心不全の心臓障害が68件、クモ膜下、次行っちゃいましたね、クモ膜下、その他もろもろ、はい、消すの忘れてますね。こちらは武漢ビールスで日本人のうつ倍増、アメリカも 3.6 倍、若い世代や失業者ら深刻化で、読売新聞6月19日、土曜日、今日ですね、こちらは国立感染症研究所から写真を、持ってきたようです。調査によると、日本ではうつやうつ状態の人の割合は、このパンデミックですね、パンダミックが流行する前は 7.9% だったが、20年には 17.3% と 2.2 倍になっていた。他国の状況を見ると、米国は 6.6% から23.5 となり 3.6 倍に急増、英国も 9.7%、次行っちゃいました。特に若い世代や失業者、経済的に不安定な人の間で深刻化しているという。 OECD は、精神疾患や精神的な不調に伴う経済損失は、治療費の負担や失業、生産性の低下などを含め、15年時点で約6000億ユーロ、約79兆円以上になると試算。パンデミックでそれ以上になることが懸念されることから、各国政府に適切な医療ケア、雇用、進んじゃいました、雇用、はい、特にはこれ読んだかな、雇用対策の進んでない、雇用対策の充実を急ぐように求めた。OECD というのはですね、ヨーロッパを中心にした38カ国ぐらいの経済、専門機関でありますっていうのが発表されたんですね。ヨーロッパね、経済ボロボロの状態でね、解散しないのかっていう、そっちの方がなんか私は気になりますけれども、こちらはですね、ヤフーコメントの、コメントです。はい、テレビをつければ、武漢ビールスの新規感染者、丸々人になりました。ワクワクが進んでいません。ワクワクの副反応が出ました。ワクワク打ちが進むイギリスでは再び感染が増加しています。この状況でオリンピックをやれば感染、爆発を起こします。そりゃ鬱になるよ。はい、自分の周りで、コロで死んだ人や入院した人はいないけど、倒産したもしくは閉店した店や会社は知っているという人は多いのでは。いい加減、コロに感染することや、コロでの直接死を防ぐということばかりに過剰にまで対策するのではなく、こういううつなどの精神疾患になってしまった人や、自決、はい、いい加減に、これもコメントですね。これ同じところでしたかね、いい加減、コロにか、これ同じところで、人生のリスクって、
あ、これ自決、経済、社会、教育など、コロの関連影響にもっと目を向けるべきではないかと思う。人生のリスクってのはコロで死ぬだけじゃないんだからさ。特に現役世代にとってコロで死ぬことよりも精神疾患になるリスクの問題の方がよっぽどリスク評価としての大きいのでは、まだ仕事は失っていません。あ、この猫じゃらしさんですね。しかしストレスがすごいです。換気をするために窓を開けたら怒られる。職場では、マスをしなければならない。場所によっては手袋をしなければいいといけない。時々ですが面倒くさいって叫びたくなる。こんなのいつまで続くのか、ストレスです。まあ、この人はこの人のご職業はね、コロによってどうこう、変わったとかいうのはないんですけれども、こういうことがストレスになるっていうんですね。戦争でもそうだが、トラウマや PTSD は収束後に出てくる。コロコロのうちは本人も気づかない。あ、コロかですね。日常生活でマスクを毎日してるなんてことは今までなかった。これ一つにしても無意識的なストレスにさらされている。雇用についても経済悪化や後遅れでやってくるから、それに伴う精神面が心配、私も含めて。うんですね。はい。かの、この災害の今年になってから知り合いに鬱になった人が4人います。かなり重症で、こんな早く症状って進むものなのって思うくらいです。思春期の人たちで家族がいるから気づいてあげられましたが、一人暮らしの人は危ないです。コロに感染したくない恐怖、自由に遊んだり人と会えないストレス、いつリストラに会うかわからない状況、婚活、介護、子育て、今や若年層でもがんになりやすいコンプライアンスが厳しい社会、税金の謎な使われ方、上記は今の日本国民の不安を集約しました。この状況で鬱にならない方が不思議なレベルです。生きるってかなり大変。ね、かなり大変な時代になりましたね。生きるって、まあ、息するのがね、息するのが大変になりましたもんね、今ね。なんか生きるっていうかさ、その生きる基本の息、呼吸法さえもね、できなくなって否定されてますからね。これは大変ですね。映らないですね。あ、映った。看護師の娘から、大学生の一人暮らしの人が一番鬱になりやすいと聞きました。家族と住んでいれば家族の人が気がつくそうですが、一人暮らしだとかなり悪くなるまで気がつかないそうです。自決も多いらしいです。皆様、まともな意見を、読まさせていただいております。映らないですね。これで終わりですかね。もしかしてこれで最後かな。あ、最後かもしれないですね。最後じゃない。これを機に日本人のメンタルヘルスがもっと大切にされると良いなと思う。カウンセリングとか心療内科とかの敷地がもっと下がるといいなと思う。一人で悩んじゃダメだ。しかるべき場所に相談してほしい。でもですね、心療内科の先生も鬱になってるんじゃないかなって私ね思うんですね、今回のことに関してですね。まあ、精神科の先生って結構ね、考えるの得意ですからね。もう考えに考えまくって、さらにこの今の状況がですね、はい、そういうことです。気晴らしや余韻じゃないよ、否定されている閉鎖的な世の中にそろそろ明るい希望を乱してほしい。ずっと、対策ありきの世の中、そりゃ心もすさむわ。コロナ対策の行き過ぎが人々にどんなダメージをもたらしたか、政治家や知事、専門家、そしてメディアは一度考え直すべき。もう考えを直すべきというか、もう戦犯にしてほしいわ本当に。お子さんにも不登校増えてると聞きましたが、はっきりした原因が見当たらず、食欲が落ちたり眠れない、眠りが浅いなどの症状が見受けられるならば、うつの可能性があるので、早めに医療機関につなぐと完治まで早くなります。うちの子も漠然とした不安で不登校になりましたが、うつ病の治療を始めたら3ヶ月で改善しました。大人も子どもも早めの治療が肝心のようです。こちらですね、まあ、いつも私医療批判してるんですけれども、こちらですね、多分ね、お母さんとね、あ、終わった、お母さんと一緒にいるから、うつが治ったんじゃないですか。